こっから見ると富山駅の夜中駅図鑑奈良県版第14回ということで、今回はこちらの駅に来ております。ということで、近鉄の富尾駅に来ております。近鉄奈良線の富尾駅でございます。近鉄生駒駅、近鉄東生駒駅というように前回前々回というところで、ご紹介させていただきましたが、東生駒駅のその隣の駅ということが富尾駅ということになっております。東生駒駅までが生駒市で、ここからは奈良市に入りました。奈良市ということで、山あいの生駒を脱出したということで、結構もう平らな土地になっております。ただね、その隣の駅に向かう、学園前に向かうところはかなりずっとずっとこう坂道を登っていくわけでございますけれども、富尾駅はこう一番なんていうかね、富尾川という川が流れておりまして、その川沿いにですね、ずっとこう富尾の町が広がっているわけですけれども、川沿いの谷の町というようなね、一番低いところにあるようなイメージですね。大体そんな感じでございます。ここに奈良観光案内図というものがあるんですけれども、ちょうどね、この富尾川と富尾、近鉄奈良線が交差しているというような感じですね。現在地がここでございます。で、これはね、富尾北小学校という小学校があるんですけれども、そのずっとこう前にこうね、川が流れているという感じですね。で、富尾駅の隣が学園前、あやめ駅、そして奈良方向に続いていくというわけです。あやめ駅の次が大和西大寺、新大宮、そして奈良駅ということになります。大和西大寺駅から南に下りますと、柏神宮前の方面に行くと、こちらからさらに西側に、富尾駅から西側に行きますと、東生駒駅、そして生駒駅、そして大阪方面につながっていくということになっております。富尾駅はですね、快速急行は止まりません。急行も止まりません。準急までが止まるというようなことになっております。各駅停車と準急ですね。まあ、近鉄奈良線の奈良県内の駅では全部準急が止まるので、準急が止まる、もしくは急行が止まる、そういう二択になるのかなと思いますね。ただね、特急は新大宮は止まらないというちょっと例外はあるんですけれども、パチンコ屋は非常に有名というか印象的なところですね。パチンコ屋の方に集合とか、そういったような言い方も奈良富尾の方なら知ってるかなというようなことです。こちらが東口かな、東口で、西側に、富尾がある、西出口がありますけれども、そちらの方にもちょっと後で回ってみたいと思います。は富尾川の上に線路が乗っていますので、ちょっと富尾駅ならではの景色って言いますかね、そういう風な形になっています。こうちょっとね、坂を登っています。これ学園前の方向に向かうような坂なんですけれども、この坂を登っていくと富尾駅のホームがちょっと見えるような感じになります。富尾駅のホームはこう真ん中に島式になってまして、線路がそのホームの周り、ホームを挟む形で線路がこう左右に走るというような駅の構造になっています。東生駒駅も同じですね、確か。で、ここ富尾駅まで来ると、東生駒駅までは、生駒駅から伸びていた京阪奈線が並走していたんですけれども、富尾駅まで来るともう完全に、近鉄奈良線単独の線路になっています。それではね、このままずっとこう西出口の方まで歩いていきましょう。このね、東出口を出たすぐのところは富尾自転車センターということで、自転車置き場が置いてありますね。で、ここはタクシー乗り場で、富尾はね、本当にいろいろラーメンとか激戦区だったりするんですよね。だから商店街のご紹介が結構楽しかったりするわけです。で、このロータリーですね、この北側のロータリーは、まあ、昔は住宅街だったらしいんですけども、こう結構広い、バスもいっぱい止まるスペースがあって、準急しか止まらない駅の割には結構広いかなと、なんか今バカにしたみたいな言い方になってましたけども、結構広いというようなことです。富尾は私も地元なんだんで、そんなバカにしても私の特にもないん大丈夫ですね。で、正面にはこういう大きなビルも建っているということですね。で、1階は100均います。ロータリーのところですね、すぐ南都銀行があります。やはりこれも奈良県でパワーがある南都銀行ですね。どこの駅でもこう立地のいいところにありますね。ちょっとこの商店街の方に行ってみたいと思います。富尾駅は結構昔からこの人が住んでいる文化的な駅じゃないかなと個人的には思いますので、そういったところね、結構お店が昔からのお店とかね、まあ、今でも新しいお店がバンバン出たりとかして、そういう商店街とかいうか商人の街かなというような気もいたします、この周辺ではね。
結構住宅街の、駅が多い中で富尾駅っていうのは結構そういう商人というか、まあ、お店がいっぱい多いようなね、そういう街じゃないかなと思います。お寿司屋さんもこれ昔からありますね。内科医院病院も昔からありますし、ここのビルも全然何も変わってないような気がしますね。まあ、この中の入ってるお店、もみほぐし60分1980円とかね、こういうクラシックバレエは一からあるのか知らないですけども、もみほぐしは新しいかもしれないですね。中に入ってるお店はもう変わったりしています。で、奥に見えるあのビルもね、カラオケボックスと、あのカラオケボックスも昔から変わらない看板だと思いますね。あのカラオケ屋さんは行ったことないんですけれども、まあ、富尾の景色だなというような気がいたします。あ、これがなんかね、聞いたことありますね。ラーメンの天の尺っていうラーメン屋さん、結構ラーメンが好きな方にとっては知ってる人もいるんじゃないでしょうか。カフェ元町、これが富尾ビルで、ここは結構人気なんですよね。当店の駐車場スペース以外に、まあ、駐車場もね非常に限られているんで、ここは見た通りこう結構狭い昔ながらの街なんで、結構狭いところなんでね、車で来るのはちょっと難しいんですよね。これが天の尺ですね。天の尺の看板もこちらにあるでしょうね。天の尺に行きたい方はこの富尾駅で下車ということになっております。結構こういうおしゃれな最近できたような何レストラン、ボーノみたいな、これもおしゃれな感じがしますね。ここは天スタ、天理スタミナラーメン富尾店ということになっております。これも昔から人通りが多いですね、本当に。あ、このホカ弁は昔からあったような気がします。昔って10年、20年の話ですけども、結構昔からあるとは思いますね。で、まあ、こっちの方に行くと昔ツタヤがあった方なんですよね。今は郵便局じゃないわ、なんかゆうちょ銀行かな、それに変わっちゃってるんですけども、この奥の方にで大英に行けるわけです。ただ大英もね、ちょっとね最近潰れたんですよね。ここ1年2年の話ですわ。ちょっとこっちの暗い方の商店街ですけども、ちょっと入ってみましょう。ツタヤの駐車場もね、そのまま行けるかな、どうなのかわからないですけれども、ちょっと侵入してみるということなんですけれども、この王将も昔からありますね。あ、ここ昔ツタヤだった駐車場は今奈良信用金庫ですね。こういう通路があって、こう結構まあ綺麗にされてる歩道を通っていくんです。これもマンションですね。上の方はマンションも昔からあります。ここを越えると大英があるんですね。今はもうシャッター閉まってますけども、昼間結構お店がやってますね。これ大英建てたんですよ。大英の建物も撤去されてる。撤去されてる。マジか。これ八尾彦やけど、スーパー八尾彦ですね。ここに大英があったんですよ、昔。昔っていうか、ほんのに数ヶ月前まで建物あったんですけれども、撤去されてますね。で、今まで富尾では見たことがない景色が広がってます。もう1970年くらいから。ちょっと衝撃的でした。さあ、気を取り直して、海通りと呼ばれる、一番大きな、ね、通りに戻ってきたわけです。目の前をこう左右に通ってる道が、あれが県道7号線なら県道7号線で、富岡沿いにずっと走ってる道ですね。それと交差してる鳥見通り、鳥見通りの、富岡の交差点から、手前側は学園前につながる鳥見通りです。そういう名前になってたかと思いますけれども、まあ我々、
名前ですね。車両が青になりましたので、渡って、富山駅の市街地に行きたいなと思います。富山駅というのはですね、近畿大学の農学部のキャンパスの最寄りの駅でもありますので、近代生の農学部生ですね、がバスに乗ったりとかする学生さんがたくさん集まっていたりとかするような駅でもあります。あそこに見えますね、大きな時計台のあるビル。あそこに学生さんがいっぱいいたりとします。富山市の富山市交差点。ここにあるのが、なんていうんですか、そうですね。本当にね、昼間でも夜でも夕方でも結構ね、交通の通りが多いんですよ。あそこに見えるのが富山駅の近鉄奈良線の高架ですね。右側が富山駅の改札があるということになります。これが富山川ですね。奈良県南部の下という感じになります。19キロしか止まらない割には結構こうね、交通量が多かったりとか、道が広いっていうか言うわけじゃないんで、ごちゃごちゃしてるっていう感じがありますね。まあその分地元の方々にとってはこう非常にこう便利な街っていう風な感じでもあるとは思うんですけれども、さあ走行している間に近鉄富山駅の西口にやってまいりました。ここはね、本当に特徴的な富山駅の立体交差、川と線路の立体交差になります。から見ると、ます一帯の高架の線迫力も結構すごいものがあります。駅の北口を、北側を歩いていると、ここに見えるのがですね、昔変電所だった建物、レンガ造りで大正時代に建てられた歴史ある建物らしいんですけれども、今はこの前の黒い建物が景観の邪魔をしているような気がします。昔からの建物ということなんですけれども、特に、ね、重要文化財に指定されているところはそれだけではないらしいですね。ただやはりここ結構立派な感じはいたします。この階段も結構おしゃれで、本当にここを変電所なのかどうかわかんないですけど、ちょっとおしゃれな建物として利用すれば結構名所になるんじゃないかなと思うんですけれども、この富山駅としては何も使っていないっていう感じですね。駅の一部にしてもいいんじゃないかなとは個人的には思うんですけどね。なんかこうホームにして、ホームというかここ切符売り場とかね、ちょっと離れてるからなんかちょっと使い方わからないですけれども、富山駅のこの壁もこういう同じような面が出ますね。地元の人ならわかるかもしれないんですけれども、このカード屋さん、つい最近までローソンやったんですけれども、この間来た時びっくりして、これがローソンがカード屋さんに変わってたんですね。カードゲームいろいろ売っているというところです。昔はローソンだったというところなんですね。でこういう風なね、狭い道も結構残っています。長屋が続いてますね。この長屋も結構おしゃれになってて、こうレストランかカフェか何か新しい施設になってたりします。こういう昔からの建物と現在の融合ですね。駐車場もこれ、駐輪場も木の板の坂道で昔からある感じです ね。こういう細い路地があるのも富山の特徴だかなと思います。この島田医院ですかね、この病院さんも昔から建ってますけれども、この、こういう道の細さもね、やっぱ富山らしいっちゃ富山らしいんですけれども、やっぱちょっと交通としては危ないような気もしますね。
滝の東口に戻っていきましょう。この坂を一番登りきると階段降りるところがあるんで、そこを階段降りて改札に入るという形になるわけですね。もうなんか昔は何もなかった気がするんですけども、もう新しいマンションも建っていて、景色はちょっと変わってきた感じがします。立ち飲み屋さんのこの建物はずっと変わらないですね。ちょっとボロボロな感じがあるんですけども、いい味が出ていると思います。このビルも変わらないですけども、ワンパン屋さんがどっかにあったんですけど、それはなくなった感じですね。この辺の景色も変わらない。これが富岡北商店街です。ここから見ると富岡駅のホームがしっかりと見ることができますね。電車に乗ろうとしていたら、ここからちょっともう電車来てしまったとかね、いろいろわかるわけです。こっちから信号を渡って電車の方に行こうとすると階段を降りるんですけれども、向こう側から入ると坂道、なんかここもね、建物建ってたんですけども、ここも結構ここも建物なくなってますね。さら地になってます。何だったっけ、ここ。ここにもなんか新しいマンションが建つのかな、ちょっとわからないですけれども、どんどんこう富岡の景色も変わっていくということですね。はい、駅に行くにはここを下っていくわけです。こう看板があるのに、看板の目の前が壁っていうね、なかなかこういう構造も珍しいんじゃないでしょうか。こっちコンコースですね。東側のコンコースですけれども、こちら側は、左右というか両側に改札口がありますね。こちら側は5つぐらいの改札口が、自動改札があって、向こう側には2つ改札口があって、上りのエスカレーターのみ下ってくることはできない入り口専用となっております。でここは線路のホームの端っこの方、一番東の端っこの方に出てくるということですね。で一周して、これが富岡自転車センターと、そしてパチンコ屋さんの方に帰ってきたということになります。はい、というわけでね、今回は近鉄富岡駅、うろうろしてまいりましたけれども、いかがだったでしょうかということで、今回はこれで以上になります。今回もありがとうございました。またですね、次回もお楽しみにしておいてください。